จะรับเป็นโปรเซสเซอร์ครับใจหยุดทุกร้องที่ใช่มั้งครับเพื่อเรามีสิทธิ์ของสัญญา NDH ตรงแรกเส้นแรกครับเพื่อเราจะที่สูงในยุคครับที่ NDH คือ Love, Dream, Happiness เพื่อเราอยากรออินเตอร์เรื่องเชิงแท้ครับขอบคุณครับที่ญี่ปุ่นอย่างไรบ้างนะคะ
教えてください。あと台湾と日本の漫の共通点や次回についても教えてください。はい。まあ、バンコク日本博はまあ、僕たちの他にもバリスティックフォーリスやサイキックフィーバーも出演していて LDH を知ってくださっている会のファンの方が多くいらっしゃったんですけど、一方でその、イベントフェスの方ではですね、僕たちを知らない方もすごくこう盛り上がってくれている印象があり、こうよりタイの皆様といいますか、こうアジアの皆様が温かいんだなというふうに、印象を抱きました。今回のイベントも楽しみです。ค่ะ ก็คุณจริงนะคะ ตอบว่าตอนก่อนหน้านี้นะคะที่ได้ไปออกงานอีเวนต์มานะคะร่วมกับวง Psychic Fever นะคะแล้วก็ Ballistic Boy ที่เป็นรุ่นน้องในค่ายเดียวกันในค่าย RBS นะคะที่งานนี้ก็ทักถึงก็รู้สึกว่าเป็นอีเวนต์นะคะที่ไปออกมาแล้วคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนเลยในอีเวนต์ที่ยังไม่ได้รู้จักพวกเขานะคะแต่ว่าทุกคนเหล่านั้นในงานนะคะก็ร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะทำให้คุณจริงรู้สึกว่าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเอเชียเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะあと次の質問なんですけれども、台湾人のファンと日本人のファンの共通点や違いについて教えてください。对对对。はい、ぬか。そうですね、まあでも本当に皆さん音楽が好きっていうことは関わらないのと、僕たちもこう、まあ、レイバーズファンの皆さんのことレイバーズって呼ばせていただいてるんですけど、なんかこうランページの好き度みたいなのはすごく日本の皆さんもタイの皆さんも変わらないんだなっていうことをタイに来てすごく強く感じてすごく嬉しいなっていう気持ちになりました。で、あ、はい、でそして、タイのファンの皆さんはこう音楽にすごくこう熱狂的というか音楽好きの方がたくさんいらっしゃるんだなというのを僕らフェスだったりイベントを通して感じることができました。なんかこう日本のレイバーズの皆さんとはこう乗り方が違うというか、なんか煽りとかもそうですし、こう曲の乗り方がすごく違うので、そこをなんか楽しく、なんか僕らも発見があったので、はい、楽しくパフォーマンスさせていただきました。瞬間にも虜になりまして、でこれをもっと日本に広めたいと、
思いみんなに布教したらみんなもどんどん嗅ぎ出してですね、私はこの本体にはたくさん潜在能力があるなと、見込んでおります。まあ、ストレス解消、集中力も上がる。そして私花粉症3つあったんですけれども花粉症軽減されましたっていうね、まあ、これはあの自分だけかもしれないですけどもしかしたら効力があるかもしれません。ちょっと長くなっちゃいました。ハウス調になってたりすごく世界のトレンドが凝縮された楽曲になってましてそこプラスでやっぱああいう楽曲でパフォーマンスに全振りしてるグループとかってあんまないのですごく曲の構成も面白いですしかなり新しい僕たちにとって新しい表現となった楽曲になってます。失礼します。ビートが何だったんですか？ビートが何に使えるか。ハウスですか。ハウスとか、まあ、ちょっと民族っぽいパーカッションも入ってて結構แล้วก็ในส่วนของตัวบีทของดนตรีเนี่ยมีความเป็น
เป็นเฮาส์นะคะแล้วก็มีความเป็นเอสเธติกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะであの今度キャスさんと一緒にコラボをしてどういうご感想があるのかも教えてください。はい、そうですね、まあ、僕はとにかくあのノブキャッシュのボーカルの方がなんかパイさんが結構タイでタイランドファーギーって言われてるとお聞きして、もう本当にまさしくだなと思いまして、すごくうまい、あの歌い姫さんとのコラボですごく嬉しかったです。はい、僕はこんな感じ。ああのファーギーあのブラックアイドピースのファーギーみたいって聞きました。で願い事はそうですね、タイにいっぱい行きたいですっていう願い事しました。はい。ขอก็ขอว่า
パーティータウンプログラム内装シャーレイ YouTube ドワイナークラブトニープログラム We official fan club Come in the fan レオナークラブチュワイチュワイサンドウッドここへ来るチュワイサンドウサマーサンダウサマーソリカコピカช่วยสมัครสนุกสมัครช่วยสมัครช่วยสมัครด้วยนะครับด้วยด้วยค่ะคุณโจบอกว่าฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีออฟฟิเชียลแฟนคลับสำหรับอินเตอร์แฟนแล้วก็ขอฝากให้มาสมัครกันเยอะๆด้วยนะคะตัวเองโอเคขอบคุณที่ありがとうございますค่ะแล้วก็ข้อถัดไปนะคะเรามี challenge ภาษาไทยค่ะคิดว่านี้เดี๋ยวจะขอให้คุณโชโกเป็นคนพูดให้เราฟังกันดีกว่านะคะจ้าคิดว่าไทยโกลองชาเลนจ์จีนนี้มั้ยค่ะช่วยโปรโมทเดี๋ยวในไลฟ์ชิมาสはい今すごい TikTok とかで、まあ、中国で太鼓なんですけれども、私、まあ、先に言いますね。คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะ คนที่หล่อขนาดนี้ เป็นของคุณนะ ได้ไหมคะ ได้ไหมคะ โอเค ก็พร้อมนะคะ คนที่ではいきます。3、2、1。コピーロー感に弁護くんな。ラダー。これが意味があれですよね。なんかこんなイケメンを君のためにあげるよみたいな。すごい臭い。多分ドラマのセリフかな。ですね。コピーロー感な。弁護くんな。その意味はこんなイケメンな人は君のものだよっていう意味になります。さすがです。さすがです。ここか。はい、では今回の問題は、ご主人様の新婚のレンペイなんか、例々他の人が見たんで、例々パパヨンリューマイナイなんか、じゃあ、くんミクロなんか、ごくんカズマ、ごくんボクトピサレンなんか、では、ご覧ください。นะคะว่าทั้ง3คนรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์ของพวกเขาเป็นยังไงค่ะเฮ้ย次の質問になります。今作のほか、キャラクターズのメンバー3人の方は映画の方にも出演しているようですね。それはリクさん、カクマさん、あとホクトさんが主演しているんですけれども、そのマイナイトっていう映画はどういう映画なのか、あと皆さんが演じたいる演じた役はどんな役なのか教えてください。はい、映画マイナイトですけれども、まあ、12月1日に公開しまして、で、まあ、この映画すごく何でしょうね、そのデートセラピストっていうあの役、それぞれあの同じ役なんですけど、同じ職業の役なんですけど、なんかそういう何でしょう、宣伝の仕方もあって、まあ、少しキラキラしたようにキラキラしたような映画っぽく見える部分もあるんですけど、でもあの実際見てみるとすごく身近なテーマというか、生々しいというか、割とリアルな問題とかがあのすごく描かれてまして、あの家族問題だったりとか夫婦問題だったりとかもそうですし、あとは夢の問題、
夢とかその夢を追うことだったりとかそういう問題だったりとかもうそういうテーマがすごく深く掘り下げられているというか描かれているすごく深い映画になっております。デートセラピストですね。はい。僕は刹那というキャラクター、刹那という役をやらせてもらったんですけど、この刹那は、そのナンバーワンセラピスト、その同じその職業の中で、ナンバーワンのセラピストに当たるんですけど、どういう役、すごく、その刹那はすごく家族のことを抱えている、母との関係を抱えている中 でそこでお仕事依頼してきた女性が同じようにというか母と今うまくいってない人 でそこで何でしょうね、刹那もお相手をする中ですごくなんか自分も共感しながらいろいろ気づかされる部分もあったりとかっていう感じですごくだからこそすごく刹那が出てくるシーンはすごい重たいものが重たい人がすごく多かったりします。はい。前向きに生きていくヒントを得ていってどんどんこう閉ざしていた心を開いていくような様が描かれた、人物になっております。はい。僕はトキという役を演じさせていただきました。トキはですね、2人は結構過去の設定があったんですよね。切なかったら家族の問題だったりとか、で一夜は過去にいろいろあって、で自分の場合はその過去の背景が全くなかったので、
そういった意味では役としても結構自分の好きなように結構その自分の感情を大事にしながら、撮影させていただいたんですけども、まあ、意識した面で言うと、デートセラピストである時間はまあ、自分が王子様っていう設定で演じさせていただいたんですけど、でそのいちこさんと あのデートセラピストだったんですけど、そのいちこさんにトキ君の日常を見せてほしいって言われるんですけど、そこからもうその設定を捨てて、その自分らしくそのトキの普段の素を見せていくって、その二面性をこううまく見せたいなっていうところをすごく今回意識させていただきました。はい、ありがとうございます。コップカーカーのコラボさん、そのビデオキカーなあ、ソーリーノンイチコ、サトコソーリーイチコはノイベントを開かせていただきます。ビッグマウンテンフェスの方では、まあ、普段日本では、僕らが経験できないようなものすごい貴重な経験をさせていただく大事な場所なので、しっかりとザ・ランページ、フロム・エグザイル・トライブっていう名前と、エルテージのエンターテインメント、看板だと思ってしっかり背負って、まあ、僕ら日本では、謙虚にぶちかますっていう、しっかりと礼儀と、感謝の気持ちを持ってパフォーマンスではステージの上で暴れ回るっていうコンセプトがあるので、しっかりそれを体現できるような、スペシャルなセットリストで、フェスをお届けしたいと思っておりますので、頑張りたいと思っておりますか。OK、 さあ、แสดงเป็นชีวิตของเขาเฉพาะตัวเดียวเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้ไปขึ้นอย่างเช่นงานที่พวกเราผูกมาเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยคอยแบบเอาใจช่วยส่งเสียงเชียร์พวกเขามาตลอดเลยนะคะพวกเขาก็รู้สึกอยากจะตอบแทนในงานแฟนชีวิตครั้งนี้นะคะก็พร้อมที่จะสนุกไปด้วยกันกับทุกคนแล้วนะคะขอให้ติดตามชมกันค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะสำหรับในงานมิสมาเทนที่จะมาถึงนี้นะคะพวกเขาก็รู้สึกว่าเป็นงานที่พวกเขาจะได้รับประสบการณ์อันมีค่าเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบแต่ทั้งชื่อเงินเดือนเกตนะคะแล้วก็ค่าย LVS ด้วยเนี่ยพวกเขาก็เลยเตรียมเซตลิสที่สนุกขึ้นมาแล้วนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวทุกคนไปดูพวกเขานะคะแสดงอย่างร้อนแรงบนเวทีได้เลยค่ะขอให้ติดตามชมกันที่ดีนะคะคำถามถัดไปนะคะกระแสตอบรับของงานเดือนเกตแฟนอีเวนต์ไทยแลนด์เนี่ยร้อนแรงมากจนถึงขั้นปักโซเอาขนาดนี้พวกเขาจะมีโอกาสมาจัดคอนเสิร์ตแบบเป็นรูปแบบที่ประเทศไทยบ้างไหมนะคะ今質問になります。ファン
のイベントの方にチケットがすぐ完売になったんですけれども、これから皆様の単独ライブを帰り開催する機会はありますでしょうか。期待できますでしょうか。はい、今回のファンミーティングのチケットが即完したということで、まあ、僕らもすごい驚いてますし、すごい嬉しい気持ちでいっぱいです。まあ、今回ファンミーティングを初めて開催させていただくので、ぜひ次来るときは単独ライブとして、来たいなという思いはめちゃくちゃあるので、ぜひファンの皆さん楽しみに待っていただければなと思ってます。ค่ะสำหรับการที่บัตรเซลล์ออฟไปอย่างรวดเร็วนะคะพวกเขาเองก็รู้สึกตกใจแล้วก็ดีใจมากเหมือนกันค่ะสำหรับการจัดแฟนมิตติ้งครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกของพวกเขานะคะรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยพวกเขาเองก็อยากจะมาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวๆเหมือนกันขอให้แฟนๆตั้งตาคอยแล้วก็รอพวกเขาด้วยนะคะ次の質問になります。なんかたらなんやかんじゃたまたけたいかんにさましってのこんやかんじゃたまにふにばんまいあらいばんか。はい、次の質問は、今回皆さんがタイに来てお仕事以外でタイでしてみたいことはありますでしょうか。どんなことか教えてください。あ、はい、高木です。はい、次の宿の近くにゾウも乗れる場所が近くにあるとお聞きしたので、ちょっとゾウに乗ってみたいなと思っております。あとはトゥクトゥクにも乗ってみたいと思います。คุณนาริเดชนะคะมาไทยรอบนี้ความจริงก็ได้ยินมาว่าเรามีที่ที่สามารถฉี่ช้างได้อยู่ใกล้ๆก็อยากจะหาโอกาสไปฉี่ช้างแล้วก็ลองนั่งคุยๆดูเหมือนกันนะคะพวกกันต้องไม่บอกว่านาฬิกาอีกมั้งคะはい、誠です。今回タイに入ってからいろんなご飯屋さんだったりとか行かせてもらったんですけど、意外と世界遺産とかなんかそういう有名な場所に自分まで行ったことがないので、アユタヤとかなんかそういう有名なところなので、今度というかこの期間でもし時間があれば行ってみたいと思います。ค่ะคุณมาโกโตะนะคะบอกว่าได้ยินมาว่าที่ประเทศไทยเรามีมรดกโลกชื่อดังนะคะแล้วก็มีการพูดถึงอยุธยานะคะบอกว่าถ้าช่วงนี้พอจะหาเวลาได้ก็อยากจะลองไปเที่ยวมรดกโลกอย่างอยุธยาดูค่ะはい、次の質問になります。サランペンチにとって今年の2023年はどういう年になるか教えてください。นี่เป็นคำถามว่าสำหรับเดอะแลมเพจนะคะปี2023พวกเขารู้สึกว่าเป็นปีแห่งอะไรนะคะ。例えば、成功の年だったり、新しいことに挑戦する年など、成功の年という感じますか。他教えてください。23年ですか。今年ですか。今年です。あ、どうなりましたか。どうなりましたか。そうですね。どうだったか。グループとしてはやっぱり一番大きなのはアリーナライブツアーを回らせていただいたことなんで、まあ、そこでSIXTEENっていう、まあ、テーマのやつですね。まあ、頭にねって書いて、まあ、言葉でも打ち出して16という、まあ、自分たち16人で、今まではなんだろう、一人一人が突出していたものを16ということなので、一つにまとまって16人が1個のなんか答えでできればいい、なんかそこをテーマに、やってきて、だいぶそのツアーの16を表現できたかなと思っております。まあ、今年のそのあれですよね、どうだったらどうですかね。でその経験を経て、まあ、自分たちが、今、の課題だったり、やるべきことをまた改めて見直すことができたので、それを思って、さらに来年につなげていければいいなと、今年は、まあ、年末ですけども、年末というか終わりますけど、今年は、一人一人、思っていると思います。ค่ะสำหรับปีนี้นะคะทางวงก็ได้มีโอกาสไปแชร์ในช่วงการกรุ๊ปอารีน่า
ี16คนนะคะแล้วก็ถือว่า16คนนี้ค่ะได้มีการแบบรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยกันค่ะพวกเขาก็ตั้งใจว่าจะเอาประสบการณ์จากการที่ได้แสดงในไลฟ์ทัวร์ต่างๆเนี้ยนะคะมาเป็นเหมือนจุดที่ทำให้พวกเขาได้ย้อนกลับไปแล้วก็เห็นว่าตัวพวกเขายังมีอะไรที่เหมือนเป็นโจทย์ที่ต้องแก้หรือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำหนักจากนี้ไปค่ะไลน์นี้มันจะให้อยู่บนที่มันเป็นโซฟาタイ、まあ、タイももちろんですけれども、だからアジアに向けても、まあ、今年がすごく、今年はタイだったり韓国にもあの活動を広げていきまして、まあ、これが今年だけではなくて、こう今年まいた種をこう来年収穫するような形といいますか、どん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 それがランページの、あのフィールドが広がっていくというイメージで、来年以降も、継続的にアジアでの活動を、もう日本と同じように、精力的に頑張っていきたいと思ってます。はい。ああ、いいな。あの、みんなが来たら、来たいですか？なんか、ここは、もう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 、最後にメディアの方々に、今の楽曲についての、ご紹介だったり、これから出演するイベントについてちょっとメッセージをお願いします。ワンテイストの、ブームキャッシュさんとあのコラボさせていただいております。皆さんぜひ聴いていただけたらと思いますし、まあ明日はファンミーティング、そして当日にオクトドップ出演させていただきます。あ、待って、間違えた。オクト、何でしょう、前回ごめんなさい、ごめんなさい、ビッグマウンテン、ビッグマウンテン、10日はビッグマウンテン出演させていただきます。すごくあの大きな、イベントフェスだと思いますし、あのすごくチャンスだと思いますので、僕らもあの精一杯パフォーマンスできたらと思っております。お時間ある方はぜひお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。ค่ะ、那我ก็ขอฝากเพลง What Is That ที่ Visionary กับวง Moon Cash นะคะฝากให้ทุกคนมาช่วยฟังกันด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะมีงานแฟนมีตติ้งค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะวันที่10นะคะก็จะมีอีเวนต์ Big Mountain นะคะซึ่งเป็นเฟสติวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะพวกเขาก็หวังว่าถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสก็อยากขอเชิญชวนให้มาเราชมกันนะคะเขาจะตั้งใจแสดงขอฝากวงแรมเพจเอาไว้ด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำถามจากสื่อมวลชนค่ะหรือว่าเจ้าทางสื่อยกมือถามได้เลยนะคะสกิวันไม่เดียวกันสกิวมีอะไรมั้งすごくシンプルに僕たちに見てほしい服装でお願いします。はい。お気に入りの。ちょっと連絡取ってみます。
ค่ะรู้นะคะว่ามีการคอนแทคกันอยู่ค่ะただ僕らスケジュールが空いてないのでちょっと難しいかとは思うんですけれども、はい、すごいご縁ですね。このタイミングでいらっしゃるっていう。はい。สวัสดีครับ
大丈夫でしたか？ It's okay? Okay.